日本語の方言。県北部の飛騨弁や愛知県の尾張弁、三河弁とともに、東海東山方言の中のギア方言を構成している。美野弁は、語彙、文法、音韻のそれぞれにおいて、地域差があり、特に、美濃東部地方の方言は、美野弁の中でも東能弁と呼ばれる。岐阜県の方言は、愛知県の方言同様西日本方言と、 東日本方言の境界地帯にあたり、文法は西日本的、音韻、アクセントでは東日本的な特徴を持つ。長野県や北陸、近畿との県境での方言差が大きく、それに比べると県内の方言差は小さい。一般には、美濃と飛騨で対立すると考えられるが、実際には美濃と飛騨の間にはっきりした方言境界はなく、 美濃北部と飛騨が一つのまとまりとして、北部方言を構成し、美濃南部と対立する。北部方言の範囲は、大宗郡城市及び、伊比郡北部、本寿市北部、旧麦郡北部、鴨郡北部、旧恵那郡北部以北にあたる。北部方言と南部方言の主な違いには、以下がある。美野弁は西に行けば行くほど、近畿方言的、東に行けば行くほど、長野。 山梨、静岡方言的色彩が強まる傾向がある。美濃生丹の伊比郡北部、不和郡西部、養老郡西部は、近畿方言からの影響が強い地域で、一区画を、なしている。この地域では、京阪式アクセント、またはその変種、一泊名詞の超音化現象、高多、敬語、春、などの近畿方言的特徴を持つ。一方、東部の東能南部は、 アクセントや語法で、三河方言の影響が見られる地域であり、ここも一区画とされる。以上の地域を除いた美野中心部が、西美濃と東美濃に分けられる。以上を総合し、岐阜県の方言は例えば以下のような区分が行われている。東美濃と西美濃の境界は研究者により違いがあり、旧麦町、鴨群、カニ群等を東美野に入れる説もある。また西美野、 東美濃をさらにそれぞれ東西に細分する場合もある。北、中部県に属する郡上市周辺の方言は、城下町の言葉として、独自の発達をしたため、郡上弁とも呼ばれる。江戸時代に、同じ郡上藩領であった福井県大野市旧、泉村は、郡上方言からの影響が強く、東京式アクセントなど、身濃弁要素が見られる。身濃弁の音眠体系はほぼ共通ごと。 共通する。画行美濁音はあるが、語中、語尾でも、G の場合もある。母音の無声化は目立たない。西美のを中心に、名古屋弁と同じような以下の連母音融合が起きる。愛に比べて愛は融合しない場合がある。これらの融合はいずれも丁寧な発音では元に戻る、ものである。東見の西部では、以下のように融合する。この現象は、愛知県瀬戸市と、 連続している。一方、東美の東部では、連母院の融合はあまり起こらない。また、美の北部でも起こらない。アクセントは、大半の地域で、名古屋と同じ内輪東京式アクセントである。東の南部は、東京や長野県南部、愛知県三河西部と同じ中林東京式アクセントである。一方、福井県、滋賀県。 三重県に接する地域のうち、伊比川町北部と、旧上石津町の一部は、京阪式アクセントである。大垣市、池田町内を南北に貫く久イ川伊勢を呼び、旧上石津町、不和郡の樽井町と関ヶ原町、養老郡の養老町と、河え津市の旧南納町の一部は、樽井式アクセントである。共通語では、桜蘭のように二拍目から高くなるものが、 名古屋弁では、桜賀のように三拍目から上昇するが、この傾向は、美の弁でも、名古屋ほどでないにしろ聞かれる。一泊名詞のうち、第二類と呼ばれる、未知、葉、名などのグループは、東京では、平板型、日賀だが、身の大部分で、頭高型った、賀であり、うちは東京式の特徴を持つ。一方、東能では、平板型である。 また三白形容詞のうち、東京で平板型になる。第一類は、身の大部分で、中高型、赤いとなる。東能では、平板型である。何、いつ、どこなどの疑問詞のアクセントは、身の多い多分は、名古屋弁と同じく平板型、何がとなる。一方、身の北部では、頭高型、何がになる。 また三拍一段活用同士のうち、共通語で平板型になる第一類が、身の大部分で中高型ウエルになる。しかし、身の北部では平板型ウエルである。二拍同士でも共通語で平板型の第一類のうち、作膜悪つくなど、主に家業五段同士が西身のでは作型になる傾向がある。京阪式アクセントは、 以下の地点で用いられる。伊比川町北部のトイレは東京式であり孤立している。他に、市が、三重との県境地帯には、タルイ式や根種式と呼ばれる種々のアクセントが分布する。二拍名詞の類別に応じて以下の種類に分けられる。具体的方は、右表の通り。上一段活用、下一段活用同士の命令型は、起きよ。 受けよの形。かきゃ、ききゃ、起きやー、受けやーの形も女性を中心に使われる。柿でも食べやー、ここ座りゃー。家庭型は、書けば、起きればの形よりも、五段活用動詞で、かきゃ、一段活用動詞で、起きや、受けやの形を使うのが普通で、書いたらのような、たら、形も使われるようになっている。東美濃の東部。 北部を中心に一段活用同士のラ行五段活用化傾向が著しい。例えば、見る、なら、ミランミロウミレのような形となる。連用型での五段化、ミリタも少ないものの使われており、全国的にも珍しい。世代差もあり、近年は共通語と同じ活用になりつつある。作業変革活用、するは、 一段活用化傾向があり、未然型は、せ、せ、し、し、連用形、し、せ、終止型は、する、しる、せる、家庭型は、しや、せや、命令型は、しよ、せよ、せいといった、様々な形が作装している。西みので、上一段活用、しる、東みので、下一段活用、せるの傾向がある。また、東には未然形、 セラ、セリア、命令形セレというラ行五段化した形もある。作業五段活用の動詞では、異音瓶が起こることがある。例えば、おといた、だいたなど。音瓶化しない形も使われ、語によって音瓶化しやすい語としにくい語がある。買うなどのア行五段活用動詞は、共通語と同じく即音瓶、買ったであるが、近畿方言に接するフワ群や旧カミーシ町では、 ウオンビンコータも使われる。また、カリルは、近畿方言では五段活用の、カッタを使うが、岐阜県で、コータを使う、蒸気地域でも、カッタは使わず、コータカリタの状態である。形容詞の連用型には、ウオンビンが起こるが、五間末が A の場合、例えば、赤くなるなら、あこうなる、あこなると、赤なる、赤なるの二通りが使われている。 形容詞の推量に高かろうのような形もあるが、現在は高い野郎の形が一般的。理由の接続助詞には主に、でや、もんでを用いる。例やっとくで。家庭の純接で、と才がが使われる。例行くと、才がそこにあるやろ文末助詞としては、な、ね、の、よ、わのほか、より丁寧なものとして、ノー地方で共通の 名もや、なあし、なし、なんとうがある。やっと亀穴も身の弁話者が、県外の人と話をすると、エセ関西弁との指摘を受けることがしばしばある。しかし、身の弁話者が、恣意的に、関西弁に似せて喋っているわけではなく、あくまで、身の弁の特徴に起因するものである。すなわち、文法や語彙に、関西的要素が多く見られる反面、アクセントは、 京阪式アクセントではなく、東京式アクセントであるため、伊勢関西弁のように聞こえるのである。なお、関西地方のくくりから外されやすい30件の方言についても、同様の指摘がなされることがあるが、こちらは、京阪式アクセントを用い、ギア方言との違いが顕著であることから、近畿方言の一種に含まれる。1、じゃは、対正頃までで、現在は、 ほとんどの地域、和社で、矢に遷移している。語彙については、同じギア方言である、尾張弁、三河弁、ひだ弁と、共通するものが多く見られる。鎌戸駅にて、形、悲しい。つまらない。岐阜県方言の研究より、原点は、カタカナ表記だが、漢字ひらがな混じりに変え、共通語訳は一部修正した。ありがとうございます。